タイニーポエムはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。通称、風の子サッちゃん。水彩画を思わせる淡く柔らかなタッチのキャラクターである。1975年にキャラクター開発。いちご新聞15号の紙面のキャラクター物語の枠内で風の子サッちゃんのキャラクターとして初登場した。登場時は、 こんにちはと書かれた紙を手にしていた。キャラクターデザインは渡辺八千代が起こした。日本の原風景を思わせる世界観から登場当時は人気となった。サンリオ創業50周年の際の記念イベントとして東京お台場にてグリーン東京ハローキティフレンズが2010年8月9日から8月22日にかけて開催され。 お台場の会場にサンリオキャラクターが描かれた大賞のバルーンが浮かべられ、その中にタイニーポエムも対象とされた。サンリオキャラクター大賞に2015年を除き毎回ノミネートされている。また、その前身であるサンリオキャラクターコンテストにも第3回よりノミネートされている。これ以外にもウサギさんなどの様々な動物たちが登場する。 レターセットなどのステーショナリーグッズ、マグカップやパウスやバッグなどの日用品が発売されていた。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第26回の45位が順位が明確にわかる、範疇で歴代最高である。タイニーポエムはサンリオキャラクター大賞の前身である、サンリオキャラクター人気コンテストの第3回から、 風の子さっちゃんとしてノミネートしている。第1回サンリオキャラクター大賞の懐かしのキャラクター部門では第1位を獲得し再デビューも果たした。2013年サンリオキャラクター大賞66位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画であるこれやります宣言で40位以内にランクインしたらボーイフレンドの大ちゃんと一緒に登場すると宣言していたが、 ランクインを逃したため叶なわなかった。2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催され サンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果は、タイニーポエムは66位であった。ありがとうございます。